東高院曽根は大阪府豊中市中部に位置する地区。住居表示町名は、曽根東町、曽根西町、曽根南町に分かれる。曽根といえば、一般的には上記の町域を指すが、ここでは1970年まで豊中市大技曽根に含まれていた地域についても述べる。地里丘陵の南端部にあたり、大地の上下にまたがる。 城山町の東辺を天竺側が南流するが、伊南は平野に出るため天井側になっている。北側で岡町地区と南側で服鳥地区と接する。東部を国道176号が中部を阪急宝塚線が南北に貫き、宝塚線にはソ根駅がある。東西の交通は大地下の道路を除き発達していない。このため、 ソネ駅前の商店街が車の抜け道と化すなど、交通上の問題が表面化している。江戸時代には、豊島郡、ソネ村と称した。神寿は原田神社。明治2年から翌々年までの一時期、兵庫県に属した。明治22年の市町村正志向により、豊島郡中豊島村となる。昭和22年に豊中市に編入され、大和ソネとなった。 昭和27年の地名変更により、ソネイ東1から2丁目が成立し、以後数字の地名変更を経て、現在に至る。原田城は、市の史跡になっている。明治45年5月30日、美濃有馬電気機軌道の開通から2ヶ月遅れて、ソネイ駅が設置された。当初は、近郊農村として、昭和初期からは、近郊住宅街として開発が進んだ。 昭和10年には、ソネ駅東側にあった、実業家、四方勢7の敷地約4000坪の邸宅、集落園を改装し、寮邸、大阪製画、岡砂料が開設されている。北王子路三人ゆかりの寮邸であり、旧日本軍の幹部が集まり、阪神間の在海人の評判を呼んだ。終戦の年の昭和20年に空襲で消失したが、復興後、 昭和40年代半ばまで営業していた。阪急曽根駅近辺は、阪神間モダニズムの影響で、昭和初期から阪急電鉄によって、沿線住宅地として開発され、大きな石垣を持つ屋敷が立ち並び、かつては西の足や東の曽根と並び称されていた。その名残は現在でも見られ、曽根西町には、国の登録有形文化財に登録された。 旧和室化住宅がある。昭和12年に、住友化学工業重役であった、羽室博一の邸宅として建築され、昭和28年より、大阪ガス副社長の資格、正一の所有となり、平成15年まで住居として使用されていたものである。駅の東側に、豊中市立文化芸術センター、豊中市立アクア文化ホールなどの文化施設があり、また、 南に下ると、豊島公園、豊中ローズ球場などが立地する。ありがとうございます。